こんばんは。こんばんは。かわいい。あ、舘様、ありがとう。大好きチョコだ。クッキーかわいい。セイヤンさん、好き。クマタワーありがとう。そうよ。10連ありがとうございます。神戸のマーチさん、これはなんかバレンタインのハートのスタンドフラワー、ありがとう。かわいすぎ。スタンドフラワー、ありがとう。愛のフラワーサンドが、そうなんだ。愛の、こんばんは。それしかないやん、そうやん。それしかないやん、そうやん。そう、充電たまったらカラオケ配信しますね。今40%ぐらいなんや。多分30分ぐらいしたら止まりそうだけど。急速充電器なんで、ちょっと早いんですよ。30分で80%、いや90何%ぐらい。あ、SMS 登録されてない方はしてね。じゃないとレインボースターとかがポイントが無効になっちゃうんで、よろしくね。そう、配信しながら止まるんよ。わーい、500ポイント以下は10連でポイントがアップして、で以上は
ちーちゃん、猫ありがとう。3倍、3倍だ。そういうことか。3倍、すごいね。大きいですね。チリツモなのでね、チリツモ。2.5×1.2。私もう暗算できんけど、そうなんよね。わ、本当だ。わかったよ。分かったよ。今ね、できた。こう書いてこうか、書いてこうのやつしたらできた。3だ。なんかよくある掛け算の時にするやつ。なんか今日ずっとお腹鳴りそう。なんかね、買おうか迷ったんよ。めっちゃ買おう、いろいろポテチとか買おうか迷ってグミにした。グミ食べてみようか。グミ食べてみようか。よいしょ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 。これはライチかな。多分。みんなミッション成功した。映画みたいな言い方。ミッション成功した。開けれない。開けれない。あ、ちょっと痛い。
あ、ちょっと、あ、ちょっと違うけどいいか。わ、めっちゃいいに香り。ライチ。なんか本物のライチみたいで、なんか食感もね、ちょっと弾力があってね、中がなんかちょっと果汁なんていうんだろう、ピュレなんだろう、なんか入ってる。本当になんかフルーツ食べたみたい。見える？これが入ってんだよ。うん、トロトロ、うん、ゼリーみたい。ゼリーみたいだよこれ。美味しい。他のやつも買ってみようかな。なんかね、3種類あったんや。ポテチはちょっと買う勇気なかったわ。止まらない。あれ3位になってる。でも昼の時点でさ400だったのよ。400万ポイントだったのに、もう50万ポイントになってる。ありがとう。やんですな。美味しいの。いや、ちょっと後で取っとこう。すごい、クッキーが止まらない。確かにクッキーを10個溜まってから
の方がポイントは上がるね。夢のような。夢のような出来事。食べ放題、クッキー食べ放題の場所、なんか増えた？なんか増えたくない？え、なんかあれ今こんなにあれ増えたくない、なんかあれ錯覚？錯覚かな。流しクッキー、意味わかった今の。今の意味わかった。流しそうめんの原理を。そう、天秤。いろんな使い方ができますね。この連続でこんなに思いつくのすごくない？今結構連続でさ、いろんなことしたけど、すごいでしょ？すごいでしょ今の。今結構いろんなバリエーションで今クッキーをクッキーを食べたからね、いろんなバリエーションで。あれ？クッキーが消えた。クッキーが消えることもあるんだ。ああ、しまった。あれ？今の何？休憩、クッキーも休憩するの。イエーイ。あー、ちょっとあるよね、製造追いつきませんでしたみたいな、あるよね。皆様ありがとうございますみたいなやつ。嬉しいのか寂しいのかってやつ。あ、かおりちゃん好き、くまありがとう。製造中です。クッキーはチョコが好きです。チョコが好きです。チョコチップクッキーが好きです。
来たらそのチョコもなんか生チョコみたいなのやったらいいね。いいね、大好き大好き。いいね。でもバターも好きよ。大好きタワー、ありがとう。マイゼンタン、あと虫になってもいいですか？いいですよ。って言ったからには。って言ったからには、そうだよ、覚えてるから。目の力を強くしてみた。圧じゃないよ。圧じゃないよ。フフフフ。よいしょ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 。やばい、この今座ってる椅子が微妙な感じ。正座してみた。なんかね、関節照明めっちゃ肩凝った。カラオケしたらちょっと大丈夫かな。ちょっと響きそうで怖いけど。
あんまり大きな声で歌わんとこ。いや多分壁はね大丈夫だけど、なんか玄関響きやすそう。そう、廊下に響くかもしれないよね。え、でも絶対さ、お風呂とかでさ歌っとる人おるよね。でも聞こえたことないから意外と大丈夫なんか。え、聞こえたことありますか？聞こえたことないんだよね。口笛？口笛。ある？え、それはもう中にいてってこと？ああ、その場所によって。うん、でなんかわしがめっちゃお風呂で熱唱しとるわみたいに思ったことあんまないから。わかる。廊下ってめっちゃ響くよね。廊下の方が響くのか、中におったら意外と聞こえないのか。そういう原理。え、ね、そう、部屋におるときなんか響くよね、廊下の声って。壁がドンとする音。壁がドンと。うん、しんべえさん、スキックもありがとう。はどうやって開けていきますか？なんか配信見たらもらうキラキラ星を投げたらもらえる。もらえるのはチョコポップ。あ、そう、チョコポップだ。すいません、チョコポップだった。チョコポップでした。それはクッキーは有料でした。ああ、そういうことね。映画すごっ、かわいい、かわいい。え、かわいいの、ありがとう。びっくりした、最初びっくりしてごめん、顔が。てつさん、ありがとう。ビッグハート、テツさん、ありがとう。ごめん、最初びっくりした。顔芸してしまうわ。いいえ、いいえ。
顔芸しちゃった。頑張ろう頑張ろう。3日目今日あるから、明日は4日目で、火曜日だから火水木金、あと4日。明日は朝できる確定で、7時から7時半かできる。金曜日が最終です。で、昼が3時までにはできないんですよね。できて3時過ぎだから、それだったらどうかな。でも夜来れん方もおるけどね、逆に。そうなのよ、悩ましい。なんかちょっと時間が空く時があるらしくて、それも読めんけど5時ぐらいかな。それか夜長めにするかっていう。早めに帰れたら、夜と言ってもちょっと刻みたいんですよ。分けれたら分けたいけどね。でもまた読めないという。できたら昼もした方がいいのかな。朝は確定だから、そう、夕方夜にするか夜で分けるかよね。 A ちゃん大好きタワーありがとう、大好き。私結構時間あるんですよね。でもその自由っていうかってなったら、そうそう。またもやありがとう A ちゃん。こういうハートもある。シーハート知らん。綺麗。朝、夕方。
昼できたらいいけどね。意外とできたりして。もし3時までにできそうだったら15分できそうだったらしようかな。あ、えいちゃんまたありがとう。え、2位になった。びっくり。ありがとう。わーい。どういたしまして。あ、そうだね。だからポストしますね。もしできそうだったら。一見朝投げれんかった方は昼できるもんね。うん、朝は確実。7時から7時半。ちゃんと起きるわ。わかりやすい？このグミね、食べてほしい。充電止まったかな。喉がガサガサになってきたけど。なあぴちゃん大好き、ありがとう。この好きっていうやつさ、なんか私の生誕祭の時のサヤンが好きとさ、なんかシンクロしてる。うん、釣り犬さん、好きくまありがとう。好きくまやん。
て、これ派かこっち派かどっちか好きくまやん。猫はね、丸じゃないからね。何歌おうかな。ちゃんとイヤホン持ってきた。そう、私ね、夕方に気づいたんですよ。モバイルバッテリーをさ、持ってきとったんよね。でも気づいたら、あれ？コードはあるけど本体がなくてさ、これってまさかって。そうそう、コードを忘れないようにって考えてたら、まさかの本体を忘れてきてしまいました。なんか前もこういうことあった気がするんですよ。なんかコートだけ持ってきたみたいな、何回かしてる。もう多分3回ぐらいしたから、3度目の正直。もう大丈夫しない？まさかすぎる。どこ行ったんだろう、私のモバイルバッテリーの本体。確かにバッグに入れた記憶はないです。そう、だから家にあると思うよそう、いや、家にあると思いますよ。分厚いコードだけ持ってきた。なんということでしょう。多分、いや、多分、落としてないと思うけど。ゲットできた？よかった。確かその前は逆やったんよ。本体持ってきたけどコードないねみたいな。多分それが残っとるよね、頭に。
一緒に持っとかな。何歌おうかな。明るめの曲ゾーンにしようかな。今の話から思い出してよかった。いや、なくなる。やばい。マジ、しりとりまたするね。そこ答えかな。待ってる星ください。よいしょ。カスカスかもしれん。昔から聞いていたような言葉の懐かしさを僕は感じていた。ざっとようなその中で見失う花がある通り過ぎ人の触れはあの日見てた夢ぶつけてどこへ急ぐのかな。思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ。もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。ただの付き合いでいただけなのに花火大会に君がいたんだ。誰も気づかないイントネーションに一瞬ふるさとの空が目に浮かんだ。打ち上げた五尺玉消えるたび真っ暗でそばの誰かさえも見えず僕は揺れる影のようで孤独だと思った。
日の希望は遥かあの街の風の匂い、海を見つめ語り合った未来、青春時代の友は元気だろうか。した夜で会って僕は今だって変わってない、思い出せてよかった。僕がこの街を目指したわけ、もしも君と巡り合わなければ自分を忘れてきっと流されていた。イエイエイ。よい。よいしょ。ちょっと、やばい、しびれる。ちっちゃい声で歌ったんで多分大丈夫。電車で走る黄色電車が
度としたら今日も気が乗ってくるだろうか。ポニーテールの日はテストがあるんだよね。気合い入れるんだって。少し離れ僕は外へエールを送った。それは恋と呼べるような確かなものじゃなく、自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてて何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのか。何もしない、何もできない日々はセンチメンタルトレイン。二つ手前の駅、友達と降りてく君のただの日常。窓の向こうをずっと見てきた空、またすぐに会いたいって思ってしまうなんて呆れてしまうけど、一瞬君がこっち見てたような妄想。それは僕が否定しても恋でしかないだろう。これ以上好きになったら困るほど。どうしてこんなにキュンキュンするんだ。君のこと考えるだけで何も手につかず、また朝のことを思い出してる。自分の気持ちを認めてしまえば今より楽になれるのかな。でも直接言葉にはしたくない。各駅電車卒業までの一日、また一日全てが輝きながら、この電車どこへと向かうのだろうか。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてて何か叫ぼうとしている。本当の気持ちをはっきりできたらこの胸のモヤモヤ消えるのさ。何もしない、何もできない日々はセンチメンタルテイン。走り続ける。アルトさん、スキクマありがとう。スキクマ、イエーイ、いい曲だよね。
わ、私が選曲してるうちに。あ、モービディさん、ありがとう。ビッグハート。モービディさん、ありがとう。ビッグハート。ありがとうね。そう、選曲めっちゃ選曲に夢中になって。いつもの道を走る自転車、地獄の汗が揺れる9月のそよ風、休みの間会えずにいたら君のことが気になってきたんだ。ただの友達と思っていたのに、今すぐにでも空には雲は一つもない。 Maybe Maybe 好きなのかもしれない、それが恋だと分かってるけど、言い訳 Maybe。 室の窓、カーテンの揺れ、入学秋の君がどこか、大人の横顔、どんな休みを過ごしていたの。話し方がぎこちなくなりそうで気づかれないくらい髪を切ったんだ。僕が遠くで君を君を見ている。 Maybe Maybe そんな勇気はない、 Probably に近いもっと確かなまま。 Maybe Maybe そんな勇気はない、苦しい。好きだ好きだ好きだ、君のことがあほんと好きだ。 Maybe Maybe そんな勇気はない、 Probably に近いもっと確かなまま。 Maybe Maybe そんな勇気はない。
ても学的な確率だよね。学者たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。ある日突然に空から降る巨大な遺跡みたいに衝突した。奇跡の人、何億年に一度の君の出会いだと思う。ありえないんだ、ありえないんだ、この広い宇宙で何億年に一度君の恋の因果と信じられない、信じられない、この胸にできてる愛しさの跡流れ星なら見たことあるよ、すぐに消えてしまうけど燃え尽きないで地上に届いた愛の塊。この文献を紐解いてもここまでの確かな気持ちが見つからない。価値ある人、この世界が変わるようなニュースだと思う。もっと知りたい、もっと知りたい、今起きた現実、この世界が変わるような星のサプライズ。一目惚れだよ、一目惚れだよ、君のこと待ってた悠久の時。予言の書にも書かれてない心の隕石、そんなバカなと、そんなバカなと何度もつぶやいた。そんなバカなに一度君のまさかだと思う。会えてよかった、会えてよかった、新しい気持ちが生まれた事実。誰かに話したかった、今目撃してる振りを知らんかった。いつか踊りたいね。シアターの女神、はだったけど何にも起きない私たち、女の子なんか興味ないようにずっとそっぽ向いてる。普通なら10回目のデートくらいでそろそろさりげなく近づいて、手を握ったり肩を組んだりキスだってありなのに、友達以上に慣れ落としないの、気遣いなんかはいらない、遅いかかったよこんな関係で、何かちょっと不自然でしょう。もっと愛を深め合いたい、好きと言ったら好きだと答えて、もっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮したっていい
人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、イチャイチャとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカアプルデイ、今日こそ恋人になるよ。幸せな恋人になるよ、うん、うん、ついどこまで進んだのか、いろいろ聞かれて困るのよ。男の子たちは鼻息荒く迫ってくるって言ってた。地下鉄の改札口で別れる時もそんなにあっさりと帰るのね。見つめ合ったり指を絡めたり抱きしめてくれなくちゃ。例えば恋ってキャッチボールのように、一つのボールを二人で投げ合うものよ。私が一人で期待しててもおかしいでしょう。ちゃんと愛を受け止めなさい。月になったら全力と呼吸だから、あなたも剛速球で手を抜いたり手加減をしたり、マイペースじゃ物足りないから、もしも二人が愛し合ってるなら、ベタベタとくっついて、いやわ装飾よりもっと油っぽく、今日から恋人になりたい、本当の恋人になりたい。答えてもっとあなたを好きになるから、照れてたって遠慮をしたって、いい人なんて褒めてくれないよ。やっと二人は出会えたんだから、いちゃいちゃとくっつきたいのよ。呆れるくらいバカアプルでいい、今日こそ恋人になるよ。幸せな恋人になろうよ。動き出した車輪、君が乗っているのに、駅のホームで数秒僕は間に合わなかった。遠い街へ向かう噂聞いていたけど、まさかこんなに来るだと知らなかったよ。さよならを言えば自分気持ちちゃんと整理できたのだろうか。音の列車僕はまた乗れぬまま
見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられる、こんなに悲しい別れと深い絶望の淵で光を探すように、悲しみ克服してゆく。ベルが鳴った瞬間、君は振り向いたのかな。ここに残した未来が後ろ髪引く。約束をすれば時間通りに僕は見送りに来ただろうか。大人列車、君は一人乗り込み、知らぬ世界へ僕はいつものように夢を見て願うよ。足りないこの場所をいつか旅立つ日が来ると、今しかできないこと、もどかしいだけの青春。中途半端に終わり、孤独を知るよ。若さとは不器用でやり残すもの。大人列車、僕はまた乗れぬまま、見送りながら胸の奥の痛みに何か教えられる、こんなに悲しい別れと深い絶望の淵で光を探すように、悲しみ克服してゆく。肩を立て上がって肩で息しながら、強い日差しの中、入り江の向こうに広がる海原。ずっと抱えてた悔しいことがなんだかちっぽけに見えてきた。やめよう、もうこの瞬間を無駄にはしない。人生あっという間だ、周りなんか関係ない。そうだ、何を言われてもいい、やりたいことをやるんだ、自己中だっていいんじゃないか。ないで、My way。 嫌なことが全部汗で流れ落ちれば、
自分も生まれ変わるかな。目立たないのが一番楽で、叩かれないこととわかったよ。だけどもうこの青空を無駄にはしない。夕立もきっと来るだろう。今しかできないことがある。絶対どんなに呆れられても思い通りやるべきだ。嫌われたっていいじゃないか。マイペース、マイペース。この瞬間を無駄にはしない。人生あっという間だ。周りなんか関係ない。そうだ、何を言われてもいい。やりたいことをやるんだ。自己中だっていいじゃないか。マイウェイ、みんなに合わせるだけじゃ生きてる意味も価値もないだろう。やりたいことをやれ、自己中で行こう。感じ。いいね。ある日森の中で見つけた、どこかへ続くほら穴を。周りの塔はその暗闇をただ覗くだけで動かない。なぜだかドキドキしてきて、僕は一番目に走る。傷つくこと恐れはしない。何があってもひるまずに自分の夢を探しに行く。最初のウサギになろう。
だ見てない世界を偉そうに語っているより泥を跳ねろ。孤独な夜も星を味方に、自分の足跡残すんだ。どんなに不安になっても僕は誰よりも走る。傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない。最初のウサギになろう。生きてることを実感するんだ。命を無駄にするな。傷つくこと恐れはしない。何があっても怯まずに自分の夢を探しに行く。たとえ何が行く手を阻もうとしたって、傷つくたび大人になるよ。涙流して胸痛めて、それでも夢を諦めない。最初のウサギになろう。イエイエイ。かわいい。いつか充電切れるかもしれない。終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから、悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は叶いことがある。あれきりこれきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。あれきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから
ずっと好きでいさせて、君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さを寂しく思う僕の考えすぎだって、笑われるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いが永遠だ。時がそう過ぎ去らたって、日はもう沈まない。好きでいたい、また会いたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで居続けること、自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい、もう一度もう一度君を誘いたい。あれっきりこれっきり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても僕は変わらない。ぜあれっきり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいたい、これからもずっと。パチ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 。いても立ってもいられなかった。
ぜかさっきから空を見てるだけで瞳がうるうる溢れて止まらない。僕たちが住むこの世界は誰かへの愛で満ちてる。絶対に君を絶対に二度と話しはしない。絶対に誓う絶対にやっと巡り合えたんだ。絶対に君を絶対に幸せにしてみせる。聞いてほしいんだ大声ダイヤモンド。何も始まらないよ。感情を吐き出して今すぐ素直になれ。声に出せば光輝く。大好きだ君が大好きだ僕は全力で走る。大好きだずっと大好きだ声の限り叫ぼう。大好きだ君が大好きだ僕の愛しさよ届け。大好きだずっと大好きだ風の中で叫ぼう。大好きだ君が大好きだ息が苦しくなるよ。しまっておけない大声ダイヤモンド。黙っていちゃそのままさ恥ずかしくなんてないんだ。好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さ好きって言葉は最高さ。感情を吐き出して今すぐ素直になれ。お、あと20分。風色バス停君を待っていたって絶対来ないと分かっていた。僕さ小高い丘の上忘れ物のようなベンチ帽子が飛ばされてあれからずっと探してた。奇跡は間に合わない愛しさはいつだってせっかちなものさ。バスを何倍やり過ごせば運命が追いつくの。未来の恋人めく理由が急にスピード上げて心のカーブを近づいてきたんだ。緑の木々たちに見つめられているようでなんだか落ち着かない二人が恋する確率。奇跡は間に合わないだろう。そんなうまくゆかないものさ。最終バスに乗れなくて
こで待つ僕だけ恋人。奇跡は間に合わないだろう、愛しさはいつだってせっかちなものさ。バスを何台やり過ごせば運命で追いつくの、未来の恋人。あと一曲かな。後悔歌いますか。なんて美しい黄昏の海よ、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく、うなずいたことまで受け入れられないんだ。目を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさのせい。素直になれば間に合うのかな。君は何を後悔するのか。今来た道何度も振り向いて、思い悩み出した答え、まだ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。何を引き換えにして自由を手に入れた。夢を見なくなった。自分が好きじゃない、感情なんて忘れてしまった。全てが一言に見えてくる。本気になっちゃそうするだけ。君はどんな後悔しそうなの。今からでもやり直せるだろう。たとえ何度失敗しても、そうさ誰も気づいてない。過去は過去だ、変えられやしない。今度こそは絶対後悔するな。日がまた過ぎ去った暗闇なんか消えてしまう。
答え、なぜ今でも引っかかるあの判断、あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だらけ。ここらで一挙終了です。楽しかったね、充電持った。盛り上がってくれてありがとうございます。大丈夫だったかな。ちょっとあんまりカラオケしたまま踊らないかったから、踊れる曲多めに今日は歌ったよ。そういうことでございました。というわけでこの夜は、そっか、消えるまでですね。あっという間だね。ランキング変わったら読もうかな。頑張れ。ね、早いね。でもね、明日朝7時から配信するからすぐ会えますよ。あ、変わったわ。体感 0.02、 すごい。1位から A ちゃん、ミッドナイトシガーさん、テツさん、モモビリーさん、マイセンタン、フジポンさん、タンタンさん、モッチーちゃん、2学期は学級委員さん、アルトさん、セイヤンさん、カオリちゃん、サトケンさん、ツリケンさん、ふたてさま、ナピちゃん、ミツルンさん、コッペさん、カオビのマーチさん、ヒヤキラさん、リーさん、ヒロトさん、編成風さん、トシサさん、ロックオンさん、オーサムさん、サトロクさん、モチヅキ、モチヨさん、モテキさん、シンジさん、台湾のコウさん、オックン、キックさん、神戸のヒッキーさん。ありがとう。あと8分ぐらいです。寝ましょうね。
すぐ乾燥するからな。そうです、次は7時から30分で、3時の切り替わり時間前にできたら、あのポストするできたらする。で3時超えたらもう夕方はしないかな。で夜は9時半、待ってね、8時できたら8時から9時10時半から0時みたいな風にしたいけどって感じです。でもちょっとそうスケジュールがなかなか読めなくて、報告します。そうそうそう、理想はそうだからそういうことにしておこうかな。理想、ありがとう。ちょっとインスタに書いとこう。2月4日、4日目、できたら8時、9時、10時半、1時間、1時間半。
し。あ、おやすみ、おやすみなさい。おやすみなさい。やばい、もう行かない、もう行かない。おやすみ。今日もありがとう。ありがとう。あと1分ぐらい。明日は2月6日で4日目です。ありがとね。Mm-hmm.